本日は、お集まりいただきありがとうございます。ちょっとバスが渋滞とかにはまっちゃって遅れて申し訳ございませんでした。まあその分、今日と明日は思いっきり楽しんでもらえるように、みんなで盛り上げますので皆さんよろしくお願いします。はい、それではですね、この後のスケジュールを簡単に紹介しますけどもね、準備が整い次第明日の、福岡大会で行われます、公開調印式をね行います。タイトルマッチの公開調印式を行いまして、その後に皆さんお待ちかねのね選手との歓談のお時間をたっぷりと取りたいと思いますのでね、ぜひともね2時間近くになりますかね、どうかね楽しんでいただきたいと思います。それでは、一旦選手の方はね、一度退場になりますのでね、改めて登場いたしますのでね、少々お待ちいただければと思います。では選手の皆さん一旦ご退場ください。お願いします。それでは大変長らくお待たせをいたしました。はい、ただいまより明日の福岡国際センター大会にて行われます各タイトルマッチの公開調印式を行います。今回の調印式立ち会い人はドラゴンゲートプロレスリングゼネラルマネージャー斉藤亮が務めます。それではまず中軽量級の頂点オープンザブレイブゲート選手権試合の調印より始めてまいります。第45代チャンピオン兵庫選手、チャレンジャーミノリント選手、お願いいたします。に入ります。まずはチャレンジャーのミノリント選手より調印書にサインをお願いいたします。続いてチャンピオン兵選手、調印書にサインをお願いいたします。最後に立ち会い人両選手の署名を確認しサインをお願いいたします。各選手並びに立ち会い人の調印が完了いたしました。それでは記念撮影を行います。各選手立ち会い人はご起立願います。チャンピオンはベルトを手にお持ちください。このブレイブゲート戦、運も味方にして明日は戦いたいと思ってます。兵庫には、まともなプロレスができない、半人前、身長が足りてない、まあそんなこと言われましたけど、今日がそういう縁のも明日までにしたいと思ってます。明日は2022年最後のビッグマッチ、2022年、今年振り返ってみると多分こうやってミノリータがタイトル戦やるって想像できた人があまりいなかったと思います。でも、全国各地たくさん走り回って成長してきました。だからこそ明日は兵庫に今年の集大成をぶつけ、明日ドラゴンゲート史上一番小さいチャンピオンになってみせます。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きましてチャンピオン兵庫選手、お願いいたします。こんにちは。まあね、半人前のクソガキがダラ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 喋ったところで意味ねえんだよ。このベルトはな、俺は墓場まで持っていくと宣言した。明日の試合でこいつと
試合して、ただな、防衛回数が4回から5回に増えるだけのことだ。俺はずっとブルーウェーブゲートチャンピオンだ。ありがとうございました。改めて皆様、両選手に大きな拍手をお願いいたします。それでは両選手ご来場ください。チャレンジャーチーム不在のため、事前にチーム代表のソイコミ選手よりちょびちょびサインをもらっております。なんでチャレンジャーいないんだ。それではちょびに入ります。チャンピオンチームの代表選手はちょびちょびサインをお願いいたします。続いて立ち会いに署名を確認しサインをお願いいたします。選手のために立ち会い人の調印が完了いたしました。それでは記念撮影を行います。各選手、そして立ち会い人はご起立願います。チャンピオンチームはベルトをお持ちください。ありがとうございました。ご着席ください。それでは決戦を直前に控えましたチャンピオンチームの各選手に意気込みを伺ってまいります。なんでチャレンジャーがいないんだ。ギャーじゃないんだよ。わかる？皆さん、チャレンジャーいないんですよ。それで笑ってるのおかしくないですか？おかしくないですか？これがドラゴンゲートが認めたチャレンジャー、それでいいんですか？これが悲しいけど今のドラゴンゲート挑戦者、俺はなんでこの挑戦者に決まったか、その経緯も知らないけど、これが認められる、それがドラゴンゲートであり、このトライアングルゲートの今の価値だよ。大体チャレンジャー誰って話で、土井成樹、近藤修二、ブラザーヤッシー大橋徹だ。こうやって間違えるぐらい印象もない、影も薄い、王者にとってインパクトを与えられてない、それがこの挑戦者土井成樹。団体を去った人間でしょ、外部の人間だよ。それでこうやって調印式って名前でやってるのに、そこにも現れない。あとの2人も一緒。それを認めていいのかって、それについて俺が言及した時にギャハハハって、その反応おかしくないですか？どう思いますか？意見ある方、意見ある方、いいですよ。そういうことなんですよ。俺は本当に悲しいけど、今のドラゴンゲートのレベル、頻度と一緒で、お客さんのそういう意志の弱さっていうのかな、ダメなものはダメって言えない、いいものを正しく判断できない、そのレベルの低さも露呈してると思う。まあ明日は外から来た敵を潰す戦いになるだけ、俺はあんまり楽しみじゃないね。まあ3人はね、プロレス一本じゃないでしょ。土井はパーソナルトレーナー、近藤はフィナンシェ、大橋は知らんけど、まあ無駄に元気が有り余ってる3人みたいだから、明日俺たちジブラッツが
しっかり勝ってあいつらの存在になくしてやるから楽しみにしていてくれ。以上。じゃあ3人に最後一言、メリー苦しみます。以上、ありがとうございました。それではトライアングルゲート王座をめぐる熱き戦いにぜひご期待くださいませ。その選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。まずはチャレンジャー弁慶選手、調印書にサインをお願いいたします。続きましてチャンピオン吉岡優輝選手、調印書にサインをお願いいたします。最後に立ち会い人は両選手の署名を確認しサインをお願いいたします。並びに立ち会い人の調印が完了いたしました。それでは記念撮影を行います。両選手立ち会い人はご起立願います。チャンピオンはベルトをお持ちください。ありがとうございました。ご着席ください。それでは決戦を直前に控えました両選手に試合への意気込みを伺ってまいります。まずはチャレンジャー弁慶選手よりお願いいたします。いよいよ明日クリスマス、再び弁慶が天下を取るチャンスがやってきました。同期の中でデビューから常に先頭を走ってきた弁慶ですが、いつの日か俊、今日、吉尾の背中を見ることになっていました。そしていつの日か弁慶はどん底まで落ちていってしまいました。だが今年から覚醒したチキチキ弁慶は勢いを止まることを知りません。おそらく明日の聖なる夜も体を張って皆さんを楽しませること間違いねえからな。必ず明日証明してみめ必ず明日証明してみせます。やはり弁慶は間違いないレスラーだったということを。よしよかかってこいよ、チキチキチキ。あ、ありがとうございました。続きましてチャンピオン吉岡優輝選手お願いいたします。年内最後の、ビッグマッチ、勝つのは弁慶じゃなくこの俺吉岡由紀だ。まあ昔は、速攻で負けて、最悪のクリスマスを過ごすと思うんですけど、俺には今
このベルト、そして弁慶に勝つ力がある同期の中、そしてドラゴンゲートのトップ、同期の中ドラゴンゲートのトップとして明日最後試合を締めるのはこの俺、吉岡由紀だ。楽しみにしていてください。ありがとうございました。ドラゴンゲートの最高峰王座をかけた頂上決戦、最後に夢の扉を開くのは果たしてどちらか。熱き戦いにどうぞご期待をくださいませ。それでは両選手に毎日の大きな拍手をお願いいたします。とりあえず開始時間が遅くなってしまいまして本当にすみません。大渋滞で大変でしたね。まあ無事たどり着いたんで。あ、準備式終わったんですか。髪型変わった。はい、あの真面目にまっとうに生きようと思って。まっとうじゃなかった。まっとうに生きよう。あれまっとうじゃない髪型。まっとうじゃない髪型でした。なので新規一点ですね。あ、でも無事着いてよかったですね、本当に。ちょっとこれから皆さんに楽しんでもらいましょう。はいはい、もういつも以上に楽しんでもらいます。最後のビッグマッチね、はい、まあ、今日は前夜祭ということで皆さん楽しんでいきましょう。イエーイ。どういうポーズか分かりませんか。久々の福岡前夜祭、そして明日はいよいよ福岡ビッグマッチ、みんな最後まで楽しんでくれよな。じゃあな、皆さんお疲れ様です。一言お願いします。よし、明日は僕ティモドラゴンと一戦期待をとります。どうなるか分かりません。明日は高木さんをいっぱいサポートできるように頑張ります。よろしくお願いします。高木さん試合はちょっと入ってないんで、高木さんの付き人に宣伝しようと思います。俺たちが来てやったぞ。そうだ、見ろこのベルト、見ろ。明日はもう全員余裕で防衛だな。13時間かけてきたんだ。13時間かけて。ドラボーだろう。いよいよ明日に迫ってまいりました。自分も福岡でのビッグマッチは初めてなので、もうお互いすごく気合入ってます。長野の地元のビッグマッチですけど、もう今デビューして一番勢いがあるのは自分だと思ってるので、自分が取りに行きます。応援よろしくお願いします。はい、さあ、ね、今日はね、皆さんの前にお披露目することができました。タクノさんか、そして天候でちょっとね、メンバーがちょっと遅れてしまいましたけど、今ねやっと勢ぞろい。今皆さんいい感じで盛り上がっていると思います。明日も楽しみますよ。あ、ご無沙汰してます。お久しぶりです。あなたたちに助けていただいた恩があるのか、ここに来ました。あの、明日ダンスは？僕の知り合いのビッグボスに言ってきます。明日来いよって言ってきます。お願いします。お願いします。今踊りますんで少々お待ちください。第1試合頑張ります。あんな優しい狙っていきます。おいや大変でした。すべて私のせいです。今日はお待たせしてしまいました。皆様本当に申し訳ございません。神戸から高知の方に行きまして、そこからフェリーで大分まで渡ってきました。で結果ドベでしたね。絶対嘘や。本当に。いやでもね、本当に、はい、皆さん移動の際は余裕を持って移動してください、はい、ね、スピードも出せませんし、雨雲レーダーとかね、天気予報見て、いや泡食った、泡食った、業界は泡食った。フィさん泡食ったって言う意味です。泡を食う、泡を食う、泡を食う、そのまま泡あるでしょ。はい、泡ありますよ。洗剤の、はい、洗剤あれを食う。あ、病気になる。泡業界用語です。はい、ありがとうございます。いやでも久々のこの福岡でのイベントで、ね、イベント大盛況でありがとうございます、はい、またぜひ明日は福岡国際センターで盛り上がりましょう。はい、あ、いよいよ明日12月25日。ああ、明日はそれぞれが確実に刻むこと間違いねえから。ああ、おい、聖なる夜だよ。ああ、ゴールドクラスが盛り上げること間違いねえから。ああ、よしよ、覚悟しとけ。メリークリスマス。メリークリスマス。やりましたね。
疲れましたね。まあみんなのが疲れてると思うんで、明日頑張りましょう。はい、メリークリスマス。写真撮ってもらって。僕ら第一試合、第一試合だ。第一試合でやってっから。亀井加納者が亀井この野郎。忘れ物。入場7割。誰？俺ら忘れられちゃうぐらい。亀井の野郎。だから入場7割だこの野郎。入場7割だって。頑張ります。頑張ります。よろしくお願いします。以上。盛り上げんとこの野郎。先週。一度、明日年内ラストのビッグマッチということでめちゃくちゃ気合入っております。どうか温かい拍手お願いします。はい、明日はミノリータの1年2ヶ月でベルトに挑戦します。皆さん熱い声援拍手をお願いします。はい、弁慶の心配は何もいりません。はい、吉尾にとっては過去一過酷なクリスマスになりそうですが、明日会場にお越しいただけるファンの皆様、ドラゴンゲートネットワークから応援してくれるプロレスファンの皆様は、聖なる夜、過去一間違いない日になると思います。それでは皆さんありがとうございました。メリークリスマス。ありがとうございました。それではそのスタジオの皆さん、大きな口でお見送りください。はい、はい、今日がね、12月24日、明日の福岡国際センターの前夜祭が行われましたね。はい、はい、どうでした？いやね、キッドさんがね、大遅刻をしてね、いやいやいや、怖かったんで、いや、それバーツも大変でした。僕も一つね、階段一つぶっ放しました。本当に？本当本当。わ、それは聞きたかったな、ちょっと。校長もだいぶ伸ばしてくれましたよ、トークショーやって。本当に？それは、いや本当にね、この映像残ってないのかな。罪の意識が全くないんだよね、この人。なんの、いやいや、通行止めですから、もうしょうがないです。でも、はい、今日、ね、はい、楽しんでいただいて、そして明日、はい、本番は明日ですから。これ、今日は今日も本番ですよ、パーティー。適当だったんだ。適当じゃない、やっぱり的確な適当の方で。適当ですからね、この人。違いますから。できました。明日は年内最後の、2022年最後のヤマトが謝ります。ビッグマッチですからね。すいません。僕はドラゴン、はい、4人揃います。いやいや、コーチはね、ウルティモドラゴン、はい、ドラゴンキッド、ドラゴンダイヤ、はい、そして僕ってもドラゴン揃いますから、はい、ね、僕は、はい、しっかり試合で見せたヤマトは、僕は、はい、あれですね、因縁のそこよ、あの野郎、もう気になって仕方ない、あの野郎、ちゃんたかと、本当にちゃんたかとしゃ楽しみで仕方ないから。もういやいや、まあでも楽しみではありますよ。いや、本当になんでかって言ったら、だって俺の実力がもうさ、こう可視化できるわけですよ。はいはいはい、はい、ね、ちゃんたかを通じてね、もうね、今実際ね、実績残していってるんでね。実績残してるけど別に変わんないでしょ、だってちゃんたかはちゃんたかだもん。変わんないよ、そんなもん。もちろん、さすが山田。そう、そりゃそうです。はい、皆さん楽しみにしておいてください。というわけで、年内最後、今回国際センターはドラゴンゲート、そして俺たちハイエンドで盛り上がれ。おしゃべりだな、この人。